とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーボスラッシュやってます。なんとか24階まで登ってきてますね。結構きつい。結構きついんですよ。で、装備をどうするか。力の弓一発7000だからね。これにオーバーチャージとかつければ、相当なダメージはあるね。変えようか。力の弓で、オーバーチャージで、ワンパンするような感じで戦ってみようか。これでいこう。ね。もう近接には頼らない。57発か。まあ、ちょっと大事に使っていこう。そうね。多分今パワー上げれば110ぐらいになるんで、HP もぐっと上がるね。で、ライフブースト入ってるので、いやもうこれ弓で戦う感じで、防具上げます。HP が4400から7000。OK。で、ライフブーストで、30% ぐらい上がるでしょ ?33%。うん。十分じゃない？で、こっちにはオーバーチャージ入れて、ダメージ上げる。で、虚無も入れとこうか。うん。虚無1でも入れとけば、オーバーチャージで、その待ってる間にダメージを増やしてくれるんで、いけるでしょう！海か。ちょっと待て。力の弓の、出番が、そっち。で、エボーカーか。戦いにくいな。まあいいや、とりあえず、まずは、あそこを開けないと、戦えないっすね。開けましょう。いきなりエボーカーか。嫌だな。いきます。でもまあ、オーバーチャージできるからね。一応。OK。やっぱり、もう、火力が低い。よし。あ、ダメだ！すぐシールド呼んでくるから。戦いにくい。いける。あ、ダメだ！全然当たらん。当てきらん。よし！オッケー。もう雑魚。雑魚よ。戦いにくい。よし。よし。オッケー。オッケー、いけた。うわー、ちょっと力のイメージ失敗したかなと思ったけども、そんなことない。絶対いける。おいって。おい。嫌なやつ。マジか。ここでお前が出てくるな。やっべえな。よし。いやでも、オーバーチャージを当ててさえしまえば、いける。よし。いけ。いや、そんなにダメージない。雷の矢だからか。よし。 OK。 いや、オーバーチャージ最後まで溜めきらん。うわあ。ドラ入れてオーバーチャージ入れればね、絶対倒せんのよ。 OK。 いける。いや、無理か。あと一発。 OK。いけたー。まさか海の中でこいつに遭遇するとは思わなかったね。よし。もう、雷はやめて、森にしよう。ね、森、いいでしょ。ちょっと待って、森112になったぞ。あ、そうか。で、26階だね。ここがなんかさ、
最近落ちるんだよね。ちょっと落ちないでくれ、頼むから。入れるやつないね。うん、虚無に、弓は3倍かだね。行きましょう。何が来る。落としやすい場所ではある。ガストか。うん、オーバーチャージの威力見て。オーバーチャージの威力。じゃあ大成功、大成功だ。うん、2発。いやー、よかった、よかったー。もう力の弓、うん、海のところでこれだった時はさ、ちょっとやばいなと思ったけど、いや、変えてよかった、正解。これはいける。ではボスですね。まあ何もいらないかな。ポーションバリアもついてるからな。でもね、ライフブーストがね、多分結構でかいんだよな。 30% アップが HP1 万ぐらいになってるんで、うん、このまんま行こうか。最後ボスなんだ。めちゃくちゃ気になる。変なの出てくんなよ。なんだボスは。あ、2体だ。あ、お前らかい。ちょっと待って。まずは、ネクロマンサーから。よし。ちょっと待って、まずは、ネクロから倒したいんだって。よし。もう、お前は、来なくていいんだって。しゃ、しゃ、オッケー。あ、余裕だわ。ダメージが全然違うもん。うん、虚無入ってオーバーチャージ最後まで貯めれば34万。うん、タワーの敵だったらそれぐらいの攻撃でね、ワンパンですよ。クリアできました。やったよやった。うん、まあ1回ね、戻ったんだけども、2回目で完全攻略いけました。では報酬見てみましょう。いやー、面白いね。面白かった。緑のロープか。あー、霊気いらない。月田川フリーチいらない。アズラシがいらない。はい、ということで、今日はタワーのボスラッシュやってみました。クリアできましたね。うん、これ多分だけども、マルチプレイもできそうな気がする。うん、他の機種からでもね、パソコンじゃなくても。なんで今度ちょっとこれやってみても面白いかもしれないですね。マルチプレイとかでさ、あ、マルチで生放送とかで。あ、でもパソコンになるから生放送が、そうか、コメントが読みにくいか。まあいいや、まあなんか今度やってみますんで。はい、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、そしていいねもお願いします。ではご視聴ありがとうございました。